はい、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。 本日の動画はこちら起業した後に後悔したことをベスト3について紹介したいと思います起業して少し経つとああの時こうしとけばよかったなとか最初の頃にこれをやっとけばよかったっていう後悔することをやっとけばよかったって思うことがあるんですねそちらの方をベスト3形式で紹介していきたいと思いますので本日の動画もよろしくお願いしますそれではいってみましょうそれではやっておけばよかった後悔したことをベスト3で紹介していきたいと思いますはい、後悔したこと ベスト3 1つ目事前リサーチです、ね、そして二つ目企業当初にとことん試す。 大手。まあね、大手企業と戦わない。そして最後にまとめたアドバイス。このような順番でいきたいと思います。では早速一つ目から順番に解説していきます。こちらはですね、事前リサーチですね。この事前リサーチがとにかく起業するときには本当は大事なんです。でも皆さん意外と事前リサーチが甘いです。なんか皆さん起業するときって独自のアイデアで勝負したいとか、なんかこのビジネス発明じゃないみたいな嫌に自信してる 自信があったりしてしまって独自のアイデアに酔いしれるっていうケースが多々あるんですね。事前リサーチはしっかりしてください。必ず同じようなビジネスしようと思った人とかあと似た業界ね同じ業種あると思います。例えばカフェとかだとカフェなんて本当に色々なスタイルのカフェがあると思うんですよ。そのカフェの中でねどういうスタイルにしようかっていうのをもうねすでにやっている先輩方から学んだ方が早いです。だから同じ業界似た業種をとことんも徹底 リサーチしてください今はね、Google でもありますし、SNS とかでね、ハッシュタグ検索とか、もう検索かければ、もうザーっとすごい情報が出てきますので、必ずリサーチしてください。そして、真似できそうなポイントを探します。これいいなと思ったものとか、自分にもできるとか、自分のビジネスのやり方、価値観に近いなっていうお店が必ず見つかると思いますので、真似できるポイントは真似しましょう。全くねくね、まるパクリっていうのはやっぱまずいですけど、必ずその、真似できるポイントとか、これは取り入れれる。 なとかこれは取り入れてアレンジして自分のものにできるなっていうポイントがある はずなんです。それが出てくるまで徹底的にリサーチをしましょうあとはビジネスの携帯どういうスタイルでやられてるのかなとかビジネスの、ね、サイズとかですよねお店の雰囲気もしくはスタッフの人数とかいろいろと、えー、探れることはたくさんありますで、ね、このねオーナーの多分ねこのビジネスの携帯するにはブログとかちょっと SNS でねどういうふうに、ね、考えてビジネスをしてるかっていう情報も今は簡単に調べることができますのでこのビジネス形態もリサーチをすることを忘れないでください。そして さらに詳しくいくいと価格設定ですね。いくらでどの商品を出しているのかっていう,こう価格設定やあとメニュー表というものが公開されていればもう確実に目を通してください。相場が分かりますし、一体どれくらいが安い価格で高い値段がついている理由があるかと思いますので、その高い値段でどうやってビジネスをされているのかっていうのを徹底的に調べる、もしくは打ち出し方の真似をする、参考にするっていうのは非常に有益だと思います。逆にそのの低い価格設定の場合は多分、まあ 仕入れを例えばまとめてするとか、独自のね、仕入れルートを持ってるとか、何かしら工夫をされているはずなので、そちらの方もね、どうしてその価格で設定できるのかっていうのを吸収するといいかと思います。そして次、最後にそこから独自性を出しましょう。自分がやりたいと思っているアイディア、ビジネスの形態が通用するのかどうか、この独自性の出し方、ここで最後に考えます。まず最初にリサーチすることは、自分がやりたいこととかこう考えているアイディアはちょっと一旦置いておいて、まず この事前リサーチですどんな方法で皆さんビジネスをされているかっていうのを徹底的に調べてくださいそして最後に独自性の出し方です今までねリサーチした内容で自分なりのオリジナルを出すためにこれはこういう風なものをプラスするとかもしくはマイナス引いてしまうとかこれはやらないこれはもっとやるっていう風な、ね、形で独自性を出してください皆さん最初にこっちを上に持ってきてしまうので順序が逆ですでこちらでね事前リサーチするとたくさんの情報がいった 自分にストックされますのでその中でさらにまた削っていってこれはやらないこれはやっぱりやめようっていう風にしていくと自分らしいお店作りができるかと思いますそしてねこのリサーチするだけじゃダメですのでリサーチしてねああ情報入れてって満足したらダメなので実際にじゃあどういう風な形にして自分のビジネスに取り入れていくかっていうのは行動していってください2つ目が起業初期にとにとかく試すですでねこれ皆さんね起業して数年経つと、えー、先輩方がね必ず言いますもっと起業当初に いろいろとやってみておけばよかったっていう話をよくしますこれがどういうことかというとこれは比較的企業前後っていう風に時間に余裕のある時にとにかくいろいろ手を出すべきだっていう意見です要は何年か経ってしまうとだんだんとね仕事もね依頼も来ますし時間っていうのはどん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 なくなっていきますそうすると新しいことにチャレンジする余裕がないとかちょっとね新しいこっちのジャンルに行ってみたいと思ってるけど今もうすでに余裕がなくてなかなか試せないな 何かかてななななないといけないかっていとけっううになりがちなんでですねなのでも企業初期は一番不安な時期だと思うんですけど怖がらずにとにとかくく試してください例えば SNS でも全て全種類やってみるで伸びたものを伸ばしていけばいいので伸びなかったものはやめるっていうのは一つですどれが合うのかわからないですし SNS は育てるのに時間がかかるので時間の余裕のある職にとにかく試してみてください人と会う時もこの時期が余裕があるのでいろんな人に会うというふうなのも一つの方法 方法ですこれもよくあるんですけど、無駄と思ったものが後々役立つことって本当にあるんですよ。ビジネスしていて、あの時やっていたことが別に特に役立つと思ってやってなかったんだけど、なぜか不思議と、その何年か経った時に、あの時やっていたこれがこんな風な形で役に立つなんて思うことが多々あります。これは起業している方皆さん口を揃えて言うんですけど、何でも試しておいた方がいいですし、無駄と思うのが後々役立つっていうことが本当にあります。 効率だからやめとこうとか。なんかこれやっても失敗するからやめとこうっていう風に思うんじゃなくて。とりあえず企業初期は何でも試すぐらいの度胸でどんどんあの挑戦行動していった方がいいかと思います。それが後々10年ビジネスが続くか、20年ビジネスが続くかというなんか、試しの時期に救われる時があるんです。そして3つ目大企業とは戦わないです。大企業とか遅延って要は大きいところとライバル意識を持たないってことです。もうそもそも体力とパワーが。違い もう大企業のやり方を真似したら失敗しますもしくは大企業の価格設定と同じ競争を、ね、してしまうともう価格競争に巻き込まれてしまうので確実に負けますよね。で2つ目のポイントがそうです、ね、価格で競争しない、まあ、価格競争に巻き込まれないということですやっぱね大企業はたくさん仕入れするから安くしてくれますみたいなこう方法があるんですけど小さいお店自営業の場合は、ね、価格で競争するとかなりきつい争いというかねビジネスになりますのでしないようにお気をつけください。 小さいビジネスならではの利点を生かすっていう風に思考を変えた方がいいです例えば大手ではできないようなものを自分たちがやるっていう形ですね例えばねケーキ作ってるっていう風にして大手のとこだと同じ商品がね数たくさんあるっていうのは魅力なんですけどもアレンジが効かないっていう欠点があるんですねお客さんが例えばこのケーキの上にこういうの載せてほしいんですとか子供がねあのこういうものが好きなので本当はこういうのじゃなくてちょっとアレンジしてこういう風にしてほしいっていうと大手にはできないんですよねでも小さいビジネスだとお客 さんのそういうちょっとした希望にあの気軽に応えることができるんです。そういうメリットを生かすってことですね。小さいビジネスの利点を生かすっていうのはね、例えばコーヒー一杯にとっても大きいお店だとね、本当にコンビニのコーヒーから大手のねチェーン店の喫茶店みたいな全国展開しているようなとこから小さいカフェまでいろんなねコーヒー飲む場所ってあると思うんですけど、それぞれ良さとかね、まあ得意不得意ってあると思うんですよね。例えばですか、コーヒーだとハンドドリップするってなると大手には厳しいですよね。コンビニでね一杯一杯 ハンド,ドリップししてて提供してた確かにコーヒーは美味しいかもしれないですけど割に合わないですよねあの値段とその人件費もかかるそれは小さいカフェお店ならではいっぱいいっぱい丁寧にお客さんのために入れるコーヒーを提供するそういう風な小さいビジネスの利点を生かすっていう風にこの思考回路をチェンジしていただけると失敗しないというか、まあ、後でね後悔しないかなと思います。ああとととは、ね、他人と比比較較をししなないででですす同同同じじようなお店してるるる方で同じ自営業士こもん これはね大企業と戦わないとまたちょっと違うんですけど同じようなとことも比較をしない他はねよく見えますしあの人はうまくいってるような気がする何であの人ばっかりあれなんだろうとかうまくいってるんだろうっていうふうにね思うことがあるので他人とねその比べないでください皆さんそれぞれ違っていいので皆さん起業すると絶対比較するんですよ。そこはは、ね、割り切ってて気をつけてください、はい まとめです。これね、若い時にアドバイスされても分からないのと同じで、皆さんもありましたよね、学生時代にね、今しかね、お金とね、時間の自由ある時ないから、もういろんなことやった方がいいよとか、もう若いんだから、今が一番いい時だよ、こんな時間ないから、いろいろも旅行に行くのもいいし、勉強するのもいいしね、あの遊ぶのもいいしっていうふうにアドバイスされたと思うんですけど、その時ってやっぱ分からなくなかったじゃないですか、なんかピンとこないというか、もう終わってから気づきますよね。あ大人にになっててからあの時時言われてた若い,時にこういう風 するといいよ。とかいう風にアドバイスされてたのってこういうことだったのか？っていう風に自分がその方に回らないとわからないことってあると思うんです。で、ビジネスも一緒なんです。結局通貨経験してわかるんです。今ね、私よく動画であの失敗しないとかね。あの行動したらいけない。参戦とか今回みたいに後悔したこと3つみたいに言ってるんですけど、皆さん結局同じようなあの罠にはまったりとか落とし穴にはまります。もうこれはね通過経験してわかるっていうのが一番の。 薬というか、一番です。でも、やっぱりね、事前に 知っておくのといういうになるのとではまあ多少ね違いが出るかなということで今回の動画撮らせていただきましたですので一つ目の事前リサーチは必ずすること二つ目は企業当社はとにかくいろいろ試すやってみるっていう行動するっていうことが大事ですそして三つ目ですね大企業と戦わない大きいところとね力比べをしないもしくは他人と比較をしないということをお気をつけくださいはい私の方はねオンラインサロンの方を運営しています 税理士川南の会議室ということで月額制の完全会員制こちらのメリットは個別相談ができるってことです基本的に YouTube のコメントとか TikTok のコメントで個別の相談コメントがかけてもあの返信ができないのでえこういう場です理士川南の会議室のオンラインサロンの方でしたら個別の相談質問がオンライン上で投稿して私に直接質問することができます普段料金法でいくとね相談1時間について1万円私あの料金設定してるんですけどここでしたら月額制であの何度でもご質問相談ができます そして2つ目のメリットが税理士の裏側を公開していますどうしてね SNS を税理士がやってるのかとか普段どうやってビジネスのことを考えて差別化しているのかなとかんな、ね、小さな地方の事務所に全国から相談がね依頼が来るのはどうしてなのかまあそう YouTube や TikTok の裏側を公開しているのはオンラインサロンのみだけになりますオンラインサロン気になる方は概要欄にね URL を貼っておきますので是非そちらの方をクリックしてご確認くださいはいそれではチャンネル登録もよろしくお願いしますはいそれ それでは本日の動画は以上になりますいつも最後まで見てくださりありがとうございますあと高評価ボタンいいねあとコメント感想いただけると励みになりますのでお待ちしておりますはいそれでは本日の動画も以上になります JRC 川南でしたまたの動画でお会いしましょうそれではまた